サイモンジャップ和牛道新エース VS 忍者スキラー石丸雄道風魔の小太郎の対戦になります。いやいやいや、今日この日のために関西から来たって人どのぐらいいますか？おー、結構いるんですね。おおお、いやいやいや、関西いや、では 3on3 のビートをまず聞きたいと思います。 DJ ちゃんがこの試合のビートをまず聞かせてください。ナイスビーツ、 DJ マービーお願いします。では代表者1名、じゃんけんで先攻後攻を決めてください。最初はグー、じゃんけん、ほい、先攻。では立ち位置入れ替わってください。ではビートの選択権は新アドレナリンチームにあります。 DJ チャカでお願いします。それでは行きましょう。先攻新アドレナリン、後攻忍者スキラー、16小節 ×2 ターン、レディーファイン。恨みはねえけどお命、ここでいただくそれが死の木。いや、その死を聞いてもお前ら俺ら殺しとき、殺しとき、戻っとき、お家の方、北海道の方、あっちの方、大阪、北海道、どっちだかわからないよ、わからないよ、教えて君たちのフローはさ。いや、まだまだ行こうよ、エースからサイモンジャップ。俺がサイモンジャップの後ついていくわ、ニュード。そのままお前たちにとどめさす、俺がエースだ。ぶっ飛ばし来た、ここは新規模、okay. 全く足りてないな、okay. We are 忍者スキラー、飛ばしに来た、またグラップが上手くないかすには俺、hey. 興味がねえから新規模、お前ら手上げ踊れ、hey. yeah. ラップのスタイルがマジフリー、この3人相手にする気はない。ニーネクワンドファクミクド、俺が飛ばしてくぜ、この言葉俺が外はに感情じゃない、ラップの参上、初めから現場に立てちゃんと、ウェルカムと平塚アンダーグラウンド、俺が本当のフリースタイルティーチャー担当、フリースタイルティーチャー教える側、俺がこいつら全員に教えてやる。やっぱさ、古くて何が悪い、新しくても聞き取れなきゃ意味ねえ、クソハッキー。その通り、お前らタカ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 、まだまだ足りねえぜ、まだそかそかそか、ここがお前たちの墓。ほら見て、みんな俺たちは刀さ、俺らが古くせとか言ってるお前、お前みたいなやつはすぐに潰すぜ、うつ伏せうつ伏せ、すぐにうするぜ、お前らくずくせ、古くせんじゃねえんだ、うずくぜ、過去の傷がね、作戦わざわざ決めてたのに、結局カプテン何も聞こえない。俺らにタカタカ言ってるくせに、一緒の風呂ばかりもううんざり、うんざり。今日もそう、俺がここに来たら今日もやりたいようにやるだけ、俺たちには不合に立ってるだけで、いつの間にか生えてくる俺の羽。こいつは俺のラップ聞き取れない、だけど俺そんなこと気に留めない、だって俺たちは3人全員ラップマシンガン一度で、はいはい、わお、終了。それでは判定いきます。先攻新アドレナリン、後攻忍者スキラー、まず1ポイント獲得は新アドレナリン。マジかよ。では、2on2 代表者2名は中央に来てください。グッドバッグッドバッグッドバッ、じゃあ俺のニューノだ、おやすけ。